はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはドラゴンズドグマ2ということで、ドラゴンズドグマって一作目 PS3 かな、当時ね買ったんだけど、実はあんまりこう僕はハマらなかったんですけど、なんだろう、こう当時思ったのが、なんとなくモンハンとは別軸のこうオンライン RPG 的な、てかマルチプレイ RPG 的なものを作りたいのかなっていう印象だったけど、なんかいまいちこう発展っていうかこう盛り上がりを書いて、その後オンライン系の方に行ったんだけど、なんかこれがオンラインかどうかは別にして、要はそのオンラインゲーム的なところの取り組みから、多分こうまあなんだろうな、モンハン的なこう、まあ、オンラインは繋がってるけども、みんなで遊ぶ系にこう振ってきたのかなっていう印象を今のところ受けてるんですけど、実際どうか見てみましょう。はい、ということで2024年3月22日発売ってことで、金曜日ですね、金曜発売のタイトルとなっています。確かに去年ゲームショーでね、あの写真撮影したような気がする、あのでっかい竜の前でということで、ちょっとトレーラー見てみましょうか。あ、なんかこの見え方は よくないな、よろしくない、やめときましょういやめときましょう、このサイズだと見にくいんだな、やめときましょう。ということで、その冒険は英雄たちとして刻まれる。はい、なんかポーンとかいうのがあって、こうね一緒に冒険するような、そういうイメージはあるかな。アバウト、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しむドラゴンズドグマ、プレイヤーの想像を超える多彩なアクションと一人プレイ なのに他の誰かと冒険する楽しさが味わえるゲーム体験、独自のプレイバリューを持つオープンワールドアクションだ。その楽しみを受け継いだ正統続編ドラゴンズドグマ2、リエンジンと最新ハードが生み出す圧倒的な存在感、物理演算 AI によって緻密に練り上げら、練り上げられたかな、王道ファンタジーの世界、この世界は驚きと実在感に満ち溢れている。ポーンと共に無二の冒険へさあ踏み出そう、ということで、まあ当時もだからそのポーンって存在がなんかプレイヤーと一緒に冒険するんだけど、なんかそれが誰かのところに行ってそっちで関与してなんか帰ってきたとか、なんかそういう設定がね、個人的にあのほらオンラインにあんまりこうね、あの相性の良くない人間だから、なんかそういうあんまこう、ね、他に関与されるのがちょっと嫌だったんで、なんかいまいち乗らなかったのかな当時。はい、でストーリー、始まりは、地の牢獄、失った記憶の底辺に竜の声が響く、何時当当時各者か各者となりなりて、我をいて打て、それこそ世界のりなり断りなりかな、で人の王国と、獣人の国、二国の思想と因習の狭間で一人の英雄がなすべき使命を思い出す、己が目己が心を通して見える断りとは、これは竜を打ち玉座へと登る者の物語、ということで、まあファンタジー系なんだよねっていうところの確認かなアクション、剣を振るい弓を引き絞り呪文を、唱える、プレイヤーの想像に応えるアクションということで、ファンタジー世界の食料ごとに想像した通りの戦闘を楽しめる本作、しかしそれだけではない、地形や敵のありようそれぞれの組み合わせは多岐にわたるということなんですけども、まあパーティー編成、ちょっと待って、これいろいろ見えなくなってるワーオーワーオー、あーやべ、ちょっと待って、もう一回ダメだな、あれ、ダメだな、僕のパソコンだとどうにもならないな、ここが出てないのか、あ、いいのか、え、出てないの、まあいいや、はい、
旅立ちにあたってはパーティーの編成が欠かせない。どのジョブもあなたがファンタジー世界での冒険に思い描いているような似たようなアクションを見せてくれるはずだ。プレイヤーとメインボーンポーン、そして、サポートポーンのジョブはそれぞれの長所を生かし短所をカバーし合える、編成を考えたい。冒険を進めると各社専用のジョブをはじめ様々なジョブに転職が可能になるということですね。まあ回復系とか魔法系とか、まあ、戦士とかだ、タンクとかそういうのは分かんないね、これだとね。ファイター、アーチャー、シーフ、メイジ、ワオ。で、ウォリアー、ソーサラー、マジックアーチャー、魔剣士、これちょっと待って、なんでそこに出ちゃった、あれなんかちょっと出方が違うんだよな、待って、幻術師、んー、まあいろいろあるよってことにしときましょうか。ちょっとこれ以上なんか深みにはまりそうな感じがするのではい、ということで戻って、でシステム、誰かと冒険をする楽しさ、マルチプレイの醍醐味、一人プレイでも、ポーンさんですね、ポーンさん、誰かと僕、あ、これ読んだ、各社につき従うポーン、プレイヤーの分身たる各社、実在感あふれる世界での旅って書かれてるけど、ポーンに関して言うと、プレイヤーの分身各社につき従うのは異世界からの旅人ポーンたち。ポーンは AI によって自ら行動する従者、常に行動を共にするメインポーン1人とネットワークを介して他のプレイヤーから借り受けるサポートポーン2人を加え最大で4人のパーティーを編成することができる。あ、4人なんだ、さっき3人と勘違いしてたな。で4人、で多分マルチプレイで友達と、あ、違う、友達とやってどうのこうのっていうのはやると、ん、十何人かに冒険ができるってことかな。ちょっと待って、プレイヤーと、あ、サポートポーン2人か。なるほど、なるほど。メインポーンは各社同様に自由にキャラクタークリエイトができる。誰かの個性を映したポーンは、あなたとの冒険を記憶し、あなたの作ったポーンもまた誰かとの冒険を記憶する。そしてポーンたちは冒険の、記憶をもとに行動を変えていくのだ。彼らとの冒険はまるで誰かとマルチプレイを楽しんでるかのような感覚だ。まあそういう感覚を作るゲームっていっぱいあるよね。はい。で、新たなポーンの個性、スペシャリティとか、まああと、竜付き？プレイヤーの分身とか、これはまあいろいろ作れるってことか。で、存在感あふれる世界での旅。はい、クエストね。はい、受けますね。で、まあ、まあ時間も概念もあるってことかな。はい。まあそんな感じです。はい。で、そこそ、まさにそこにあるファンタジー世界でモンスターがいろいろいるよ、でキャラクターと、まあまあまあそんな感じなんですが、パッケージ版、普通にプレイステーション5のこのスタンダード版ですよね。あ、でデラックスエディションも一応あるのか。デラックス、あ、でもデラックスエディションはダウンロードなんで、パッケージで買う人はもうゲームソフト単品ってことになりますね。はい。ということで、オープンワールドアクション、プレイ人数1人で2024年3月22日発売で、セロレーティング17歳以上でセロ D になってて、でこれね、スタンダードエディションが一応定価が9889円税込みとなっているようですのでね、ちょっと僕の中ではちょっとやっぱこのつながる、オンラインで誰かとつながってる部分と自分のこう固定したい部分があるような
感じの、だから SNS みたいなね、感じの割り切りと、ゲームの中でいまいちできない人間なんで、ちょっといまいち僕の中ではなかなか入りきれないんだけど、なんとなくポーンの概念とかが、なんか当時と一緒の感じの継続でこうやってるんだっていうようなニュアンスは伝わりました。まあ、プレイするかどうかはまた別問題。まあ、そんな感じになるかと思います。はい。